大阪駅です。ここから京都方面へ向かいます。京都駅です。ちょっと南に行ってレンタサイクルに向かいます。じゃじゃん、京都エコトリップさんで電動自転車大容量バッテリーをレンタルしました。2200円。初めて使ったんですけど漕ぎ出しがすごく楽ですね。そして後ろに見えるのが任天堂開発本社棟です。もう1棟あると思うんですけど、古い方ずっと前から立ってるのがこれだと思います。私10年前ぐらいに面接を受けに来たことがあるんですけど、このもうだいぶ1時間前とかについてこの公園で時間を潰した思い出があるんで合ってると思います。ここは昔に来たことがある。じゃあ新しい塔の方行ってみましょうか。新しい方行ってみましょうかって思ったんですけど、古いのがさっきので、ここに公園があって、こっちにすでにありますね。あーボケてるな。来ました。やっぱ新しいので白くて綺麗ですね。上に銀色のロゴがあります。よいしょ、そこに警備員さんがいるのか。綺麗な芝生です。古いフォントで旗がはためいています。伏見稲荷神社に向かう途中の、こっち側に向かってるんですけど、向かう途中の鴨川です。ランニングコースでもあるんですね。でここはサイクリングコースっぽい。で水がとてもきれい、水が澄んでいます。龍の谷と書いて龍谷大学。伏見稲荷大社の途中にありました。立派な建物ですね。ちょっと生徒のふりをして入ってみようと思います。入れましたね。立派な建物です。生徒がたくさんいますね。密です。龍谷大学22号館食堂に入りました。チャーシュー丼500円、豚汁110円、一般の人なんで 10% アップです。美味しそう。静かな部屋です。ここは昼食用昼食時開放教室ということで、ここで食べてもいいよということですね。密を避けるために。教室じゃないよね。ちょっとした説明会の場所って感じかなと思ったら、向こうの部屋でまさに授業やってました。これだけだと小さい気がするけど、これもホワイトボードなのか、全部が。なるほどね。で、ガラス張りで他の人が受けてる授業が見えるようになってて、興味が促進されるようになってますね。密ですと言ったものの、ここはかなりコロナ対策がしっかりしてて、万全な体制を取った上での密という感じですね。食堂とかも入る方向と出る方向が決まってて、動線がぶつからないようになってました。全体として赤いレンガの一体感があって清潔感もある、いい場所ですね。稲荷駅に自転車で来ました。で、なんか食べてますね。なんか食べてます。これが稲荷でしょうか。そしてここ行ってみましょうか。鳥居をくぐってちょっと来ると右に無料駐車場があって助かった。綺麗な色使いです。キツネもいます。賽銭か。
東丸神社勉学向上受験合格、京都大学を受ける人はここで祈願すると良さそうです。高校合格が多いな。修学旅行で来てる人が多いっぽかったですね。大学院もありますね。無限鳥居が現れた。鳥居が小さくなりました。寄付金が少なめだとこう小さくなっていくみたいですね。結構空いてると思います。平日です。ああ、順路だと見えないけど、こう後ろを振り返るといろんな個人の名前とか会社名とかが見えるんだな。今ここみたいでめちゃめちゃあるな。途中離脱して帰路に着きました。お土産屋さんとかで店、今12時40分で京都駅がここで、ここに来ましたけど、ここぐるっと回ろうかなって思ってたんだけど全然無理っぽいな。でも巻き気味に右回りに行ってみようと思います。北に向かう道はこんな感じです。特に京都っぽい感じはありません。鴨川に沿ってこう行ってみようか。こっちから川沿いに北上してきました。ここ降りることができて、自転車サイクリングロードっぽいんで下に降りてみようか。なんかうまくピントが合わないなと思ったらマニュアルフォーカスになってた。たくさんいます。鴨川の鴨です。鴨川の鴨たちです。ゴアセット、緑がオスで灰色がメスです。ここは清水五条です。で、こっち行くと北条で、この橋から右行くと清水寺っぽいのでそこを目指します。鴨川沿いを自転車を漕ぎながら進むと、北条するとこんな感じ。こっち行くと清水寺なんですけど、その逆側にはカフェとかお食事どころがありますね。テラスがたくさんあるんで、ここがメインの食べどころっぽい、お食事どころっぽいな。清水寺の近くにやってきました。有料駐輪場200円に止めました。名古屋、神戸などの小学校から来てます。ここ近くに駅がないので、ここに来るまで坂なんですけど、歩きかバスか車か自転車。でも坂なんで電動自転車じゃないと無理ですね。バスが一般的な到達手段だと思いますけど、電動自転車も結構ありな選択肢だと思います。延々と続くお食事どころとお土産の坂を登ってきて、今現在地で本堂がここっていう、今中間地点ですね。結構ね、山登りの感覚に近いです。清水寺、途中から参拝料400円で、結構坂登ってきたと思ってたら山が近い。
ここが清水の舞台か。下が 木で組まれています。多分ここもそうなんだろうな。ここも縁結びもできるみたい。こっち行こう。ここはどのお寺か。滝もあるのか。この本堂からこう降りてきました。降りてきて、これが音羽の滝。皆さん、え、これが滝って言ってましたね。こっちからこうぐるーっと回ってきました。自然とコロナ対策ができてますね。コロナの平日で、お土産屋さん、お土産通りこんな感じでいいです。八坂神社です。こっちに行きます。東側のケアゲインクラインという場所に来ました。桜が散る季節だと映える場所なんですけど、ちょっと今は季節外れかなっていう感じです。もともと線路があった場所っぽくて、こうやって下から撮るとサイドに桜があるっていう。それが向こうにも続いてます。ちょっと季節がね。京都大学に向かってます。ここが京都病院みたい。じゃ、京大病院か。京都大学の吉田寮です。いろいろ主張があるみたいですけど、建物は立派ですね。この入り口からシュッと京都大学に入りました。こういう丸い土台に大きい木が立ってんの、これ東大にもあった気がします。結構生徒がみんな自転車でスイスイ入ってくるんで、龍谷大学とは違って自転車で全体見て回れそうですね。重厚感がありますね。法経済学部本館。一周ぐるりと見て回ってきました。大きい建物はなくて、小さい建物が専門分野ごとにたくさん建ってましたね。京都大学っていう写真でドーンって出るのはこの建物みたいです。ここから見た方がいいかな。この文字が銀でキラキラしてます。以上、京都大学でした。同志社大学ではなく同志社女子校。同志社大学に入り込みました。建物がおしゃれです。外国の建物みたい。でも一方で建物の名前が死生館とか、男っぽい感じでもあると。同志社大学、ちょっと自転車押して歩かないといけないからもう出てきましたけど、本当はコロナの対応で部外者入れないみたいですね。同志社大学はチャペルとかが多くて神学と関連が深いみたいです。京都の景観維持として自転車が連れ去られています。京都御所入ってきました。自転車で入れたので自転車で見て回れそうでいい感じです。京都御所は1300年から1800年ぐらいの間の皇居ですが、東京の皇居と雰囲気は似てますね。ただ中に入れないんだったら見る場所がなさそうです。京都御所とても広いです。一周回ってみましたが空いてるところはなく入ることはできません。
時間を調べてみたら今15時40分で15時20分まで入場可能っていう情報は見ましたが、なんか中に人がいる気配がないですね。で、一周ぐるーりとこんな感じで広いので、ゆっくり歩きたい人とか砂利道でランニングしたい人とかには向いてるかもしれません。見えるでしょうか、自転車の輪立ちゾーンがあって、そこに沿って進むと漕ぎやすくなってます。京都御所から東へ鴨川の方に向かってます。もうそろそろ出口ですが、なんか上に大という文字があって、あれが大文字ですかね。鴨川に戻ってきました。広くていいですね。ここはですね、鴨川公園です。で、鴨川でなんかやり忘れてないかなって思ってて、これですね、この石、飛び石の橋をね渡るっていうのをやってませんでした。やっていきましょう。カメラを落とさないことだけ気をつけて、亀の石が、いやー、ちょっとカメラ持ってると怖い。降りきることができました。鴨川の山上付近です。この辺になる と、カップルなどが等間隔に並ぶと言われてるものが少しは感じられます。あと、この鴨川サイクリングロードって勝手に名付けましたけど、かなり自転車で走りやすいんで、北に行きたい時は鴨川沿いに行くと結構いいです。鴨ですが、ところでこの電動自転車がめちゃくちゃ良くて、ちょっと加速を見てもらいたいと思います。では行きます。いきなりもうこの加速がつくんで、止まりの多い街乗りだとすごくいいですね。今回調べしながら行くんで、よく止まるんで、加速が強いとすごく助かりました。今回2200円の価値はあったなと思います。鴨川沿い右側の清水五条です。ここで突き当たりでもう階段しかないっていうことになったんで、ちょっと腕力で持ち上げましたが、左側の方なら舗装されててまだ続くので、こっち通るのが良さそうでした。京都タワーからの京都駅北口。京都駅内部です。あれ、昔はここがずっと長い階段だった記憶があるんだけど、今はエスカレーターになってるな。あ、このエスカレーター上がった先が上りになってますね。と、黒酢ジンジャーとミックス焼きです。今深夜1時です。部屋に20時に着いて大浴場に駆け込んで、そこから4時間寝落ちしてました。下着を手洗いして乾燥機にかけようと思って下のコインランドリーに行ったら、6台はあったと思うんだけど全部埋まっていました。使おうと思ってる人は早めに確保した方が良さそうです。ではゾーン開けていきましょう。今日は乳酸菌炭酸のようなものです。昨日の自転車旅を振り返ってみようと思います。京都エコトリップさんでレンタルしました。で、マップが自動でついてきます。まず大マップがあって、そこから拡大したマップがあるんですが、良かったのはこのパーキングスペースが書いてあることですね。伏見稲荷に行った時に、鳥居をくぐった後にパーキングがあるよっていう、このイラストが
とても助かりました。そしてさらに北に行き清水寺、ここまで坂を上がって自転車で来ましたが、駐車場なしと書いてあるので100メートルほど戻ってここで200円払って止めました。スマホでもマップは見れるんでいいんですけど、紙は紙で明るい環境でも見やすいので良かったです。乾燥機の話をします。5台はあるんですけど、深夜2時でも埋まっています。100円で30分回せるんだけど、300円で90分回す人もいたり、あと乾燥が終わっても取りに来ない人がいるので全部埋まってる状態です。で、終わってるやつ勝手に取り出しちゃったらどうかなって思ったんだけど、そこは抑えてフロントに連絡したら、フロントの人が回収していってくれました。で、回収しましたっていうテンプレの紙を置いていきましたね。で、今映ってるのが乾燥機が終了するタイマーですけど、ちゃんとタイマーをセットしておいて乾燥が終わった瞬間に取り出せるようにしておくのがマナーだなと思いました。